セリーグ新人王が疑問視。記者、今年の新人王は、パリーグが西武竹内夏希投手、セリーグは巨人船場正大河投手でした。デスク、大卒でも即戦力は当てにできない時代に、竹内は1年目から145回3分の1と規定投球回をクリアした上、歴史的な惨敗を喫した今季の西武で10勝6敗は価値があるよ。記者投票で259票のうち242票を集めたのも納得だ。記者、それに比べると、セリーグは低レベルな争いになりましたね。船場様は51試合登板で26ホールドポイントですが、投球回は38と対右打者のワンポイント起用が多いですし、投票総数302のうち190票も集めるほどの活躍だったかというと。デスク、実は俺、該当者なしで投票したんだよな。記者、そうなんですか？実は僕もです。船場様は大学から社会人を経てプロ2年目の28歳というのがネックだし、昨季も36試合に登板して新人王の対象になるリミットの30イニングも投げてるんですよ。この基準自体、見直した方がいいと思います。デスク、有観富士は来年1月で休館だから、最後の清き一票を市議票にしまいと俺も随分悩んだけど、たったの38イニングは今後の選考を考えても、さすがに前例になっちゃいけないレベルだと思うよ。それにしても俺らだけで2票も入った、該当者なしが、全体で43票というのは少ないくらいだな。水差しすようなこと言うなよ。有観富士ってこともあって、批判のコメントが多いが、言わんとしてることはわかるよ。また机が喋ってるよ。この記事を下柳さんや武田さんらが見たら激怒するぞ。船場様は悪くない。文句あるなら、投票した記者に言えよ。巨人軍の選手はかわいそうから、いたもんばかり付けられて、38イニングは賛否あるかもやけど、年齢は関係ないやろ。西武で10勝6敗は、ソフトバンク換算だと、25勝3敗に相当する。ルール内で選んでるんだから、文句言うなよ。嫌なら投票拒否しなよ。有原の年よりもさらに、レベルの低い新人王、争いだったかな。該当者なしが妥当でしょうね。しかし、セリーグの新人は不作だったのかな。彼以上の成績を残した、新人王、候補選手がいなかったからでは？ 28 歳がネックなの。佐々木は32歳で、MLB の新人王を取ってるよ。バサマを超える成績の新人王候補がいなかった、それだけです。バサマは悪くない。ルールの範囲内です。